水戸黄門は55周年。この助さんっていう役柄は楽しい仕事でしたね。半世紀前に僕は出演したわけだから、まだ未だに水戸黄門がね、こうやって続くってことは恐るべし水戸黄門ですね。水戸黄門55年の歴史をたどる、全ての日本人にお届けする水戸黄門尽くしの2時間。ああ、人生に水戸黄門があり、ぜひご覧ください。